北島陽一の乱読図書紹介。前回英語を学ぶ本について紹介しましたが、今回は数学です。ただし今回は数学を学ぶ本ではなく、数学を楽しむ本の紹介です。さて、今回紹介する本はたくさんあります。しかしその中でおすすめな本を2冊先にタイトルだけ紹介しておきます。それがこの2冊です。散歩少女と解きたくなる数学です。この2冊を紹介する前に他の本についても触れておきますので、少しお付き合いください。まずこの本です。岩波新書のゼロの発見という本です。この本が出たのは今から80年以上も前のことです。70歳以上の方ならよくご存知な本かもしれません。理科系文系に限らず、学生は本を読むのが当たり前とされていた時代、この本は学生の必読書だったと言えそうです。古典的名著です。私がおすすめするのは先ほどの2冊ですが、それ以外にもおすすめできる本があるのではないかと思い、数学に関する本をたくさん図書館で借りてきました。図書館にはまだまだ数学の本がありましたから、借りてきたのはそのほんの一部です。数学をすでに勉強している人向けの本はちらっと見ましたが、借りてはきませんでした。私が紹介しようと思っているのは、数学が得意というよりも苦手と感じる人を対象に考えているからです。最初にお断りしておきますが、私は数学がそれほど得意ではありません。計算が特に苦手です。でも興味関心はあるのです。さて、図書館から借りてきた本ですが、それがどうだったかです。私が借りてきた本は、先ほども言いましたように一般向けの分かりやすい解説をした本です。この本は数学のドレミファという全10巻のシリーズで出されていたものを新装版として改訂して出されたものです。私はこのシリーズの中の2冊を読みました。数学の歴史に興味を持った著者がその歴史を実際に現地に訪れて紹介する内容になっています。登場人物の2人の兄弟とお父さんが会話しながら、数学に関するいろいろな話題や問題について取り上げていきます。登場する2人の子供はかなり優秀なので、2人が納得していても私にはつまずいてしまう箇所も実はありました。これは数学を苦手とする人に共通して言えることではないでしょうか。問題を解く前につまずいてしまって先へ進めないのです。これをこと細かに解説するとページがどんどん増えてしまいますし、本を作る上では無理があるのでしょう。こちらの本も先ほどの本と同じように、お父さんと2人の兄弟がやり取りをしながら解説していく本です。こちらの本はコロナ感染のことを数学的に扱っており、比較的最近の本です。中高生向きに書かれていながら、最新のリーマン予想まで触れられています。難しい内容も扱っているのですが、私としてはこちらの本は読みやすかったです。コラムというページがあって、その一つに、鏡は左右が反対になるのに上下が反対にならないのはどうしてかという話題が提供されていました。その説明を数学的に考えるとこのようになるのかと興味深かったです。ブルーバックスの嫌でも数学が面白くなるは志村文夫さんが書かれた本です。私の苦手とする数式がたくさん出てくるので、嫌でも数学が面白くなるとは私には言えないのですが、新書版にコンパクトにまとめられています。嫌でも数学は面白くなるかどうかは何とも言えません。ただ言えることは、志村さんが数学は面白いと思っており、それを何とか伝えようとしていることです。
竹内薫さんの変な数式美術館も親しみやすい雰囲気を作っていますが、内容は難しいです。同じ竹内さんの素数はなぜ人を引きつけるのかは、朝日新聞出版の新書版です。雰囲気的には親しみやすくはありませんが、私は先ほどの本よりは理解しやすく感じました。素数は1とその数以外で割ることのできない数字です。1,2,3,5,7 と100までの中には25個存在します。この素数をもとにいろいろ紹介してある本です。わかりにくい部分もありますが、興味深く読むことができました。私は高校の時に微分積分でつまずいてしまったのですが、私と同じような方もいるのではないかと思います。微分積分を楽しむ本は自分で買って繰り返し読んでいる本ですが、文庫本ながら丁寧な解説でわかりやすいです。本の帯に1、類書は参照しないこと、2、きちんと計算をチェックしないこと、3、わからないところは読み飛ばすこと、とあるのが良いです。数学には自明の理と言ってわざわざ証明するまでもない論理があります。しかし、昔教わったかもしれませんが、その部分が抜けてしまっている私にとっては、数学は得意な人にとって自明な理かもしれない箇所でつまずいて先へ進めないことがあるのです。数学の本は、読む人のレベルに応じて自明の理まで踏み込んで解説してくれている本もあれば、そうでない本もあるのです。さて、やっと今日の本題に入ります。三方少女は小説です。江戸時代にお医者さんとその娘さんが書いた三方少女という数学の本が実際にあったのです。著者の遠藤博子さんは国会図書館にその木版で印刷された本を見に行ったのだそうです。それから江戸時代のこの娘さんを素材に小説を書いたのです。この本はもともと少年少女向けの小説です。ですから読みやすく、あっという間に読めてしまいます。江戸時代の和算について知るには、その入り口の本として最適だと私は思います。私はこの本を読んで、山岳という絵馬に興味を持ち、渋谷の金王神社へ実物を見に行ってきました。金王神社は渋谷駅から歩いて5分ぐらいのところにあります。社務所の横に宝物館があって、そこに展示されています。社務所が開いている9時から5時まででしたら見ることができます。先ほど紹介した竹内薫さんの素数に関する新書版に和算について書いてある部分がありました。和算には素因数分解に関する言葉はあったが、素数を示す言葉が見つからなかったと竹内さんは書いています。それを日本の和算は計算することが目的で論証にはあまり興味がなかったからではないかと書いています。欧米の学問のルーツは古代ギリシャにあり、そこでは計算よりも定理や証明といった理屈の方に重きが置かれていたと書いています。日本ではありのままの自然を受け入れる、多少曖昧でもそのままにしておく、とりあえず計算できればいいというところがあるのではないかとも言っています。なるほど、そうかもしれないなと思います。さて、解きたくなる数学です。この本は NHK E テレに出てくるピタゴラスイッチという短い番組の制作メンバーがいる佐藤正彦研究室の方々が書いた本です。ピタゴラスイッチはビー玉がいろいろな仕掛けを通って転がっていき、最後にピタゴラスイッチのタイトルを表示させるという短い番組です。その仕掛けは毎回様々であり、よくこんな仕掛けを考えるものだと感心させられます。
この本の良いところは、何が問題であるか一目瞭然であることです。さすが視覚に訴える番組を作っているだけはあります。問題文を理解するまでに時間がかかるということはありません。問題のページの後に回答のページが続くようになっています。できるだけ回答のページを見ないで答えを見つけるようにしました。表紙になっている問題が最初にあり、全部で23問あります。最初は簡単だなと思ったら、6問目あたりから急に難しくなりました。でも何が問題なのか問いかけられていることはわかるので、解いてみようという気になります。ここではその中身を紹介することはできません。でも間違いなく良い本です。いろいろ本を紹介してきましたが、この2冊が私のおすすめですので、ぜひ読んでみてください。今回はこれで紹介を終わる予定でしたが、図書館へ本を返しに行った時に、たまたま森田正夫さんの数学する体を見つけて借りてきました。これはこれまで紹介した数学の本とは違います。数学と言いながら哲学の本と言えるでしょう。この本はなかなか興味深いので、森田さんの他の本も読んで改めて紹介しようと思っています。それではこれで今回の図書紹介を本当に終わりとします。